ああ、来ましたね。すごいな、さすが天野さん。いや、待ってたよ。君が来るはずだからって、天野さんが。さあ、お茶でも飲んでゆっくりしよう。これからね。君ならいくらでも迷惑をかけてくれていい。感知系の結界も要所要所に貼っておいた。何かあればすぐに分かるさ。とりあえず一服してから見回りに行こう。いや、天野家としても無視できない問題だしね。天薬寮としても感化するわけにはいかないよね。その通りです。それに友人が困ってる時は助ける、当然だろ。お客さんかな。いや、待って。かすかに感じる。これは。え？失礼していますよ。うわあ！化け物！そこまで驚かれると少々傷つきますね。あやかしだからといって差別はいけない。あ、僕のお茶を。うん、いい味です。ええ、立派なあやかしです。大した力は感じないな。妖力を抑えているだけだ。二人とも僕の後ろに。ほう、勘がいいようですね。さすがは天野家の跡取りといったところか。そちらが天薬寮の鴨康則君、そしてあなたが玉より姫の役目を継ぐ者。知ってるに決まってるじゃないですか。あなた方のことはずーっと見張らせてもらいましたからね。見張れ？僕らを？バカな、そんな気配はどこにも。天薬寮などに気取られるほど私はバカではないのですよ。なんだと？抑えて、鴨君。まさか、私ごときの力ではとてもとても。神たちはもっと尊く、もっと邪悪な方を恐れているのですよ。実は私もその方の命であなたたちを訪ねたのです。あなたの後ろに誰かが控えているということですか？ええ、きっとその存在を知ったら驚くでしょうね。っていうか一体何の用なんだよ。まあまあ穏やかに平和的に話を進めようじゃありませんか。玉より姫、
あなたに提案を持ってきました。死んでくれません？な、何を言ってるんだ！物騒な話をするね。玉より姫、今ここで死ねと言われたら、あなたは死にますか？では、玉より姫が死ななければ、あなたが大切にしているすべてのものが失われるとしたら。答える必要なんてない。黙ってくれませんか？私は玉より姫に聞いているんです。死ぬのかと聞いているんです。何を言ってるんだ！安易にそんなことを言ってはダメだよ。大変結構。さすがは玉より姫ですね。ある姫の使いと申し上げておきましょうか。とても美しい方ですよ。その方が玉より姫の命を望んでいるんです。それで先ほどの問いを。そう、その通り。玉より姫が自ら命を差し出すのであれば、これから起こるすべての悲劇を食い止めることができるだろう。それが我が姫の言葉です。それは身をもって知ればいい。さて、伝えることは伝えました。また近々お会いすることになるでしょうな。待て！こっちには聞きたいことが山ほどあるんだ。あいにく私にも都合というものがあるんですよ。姉さん、異常はない。
うん、寝袋を使ってるから大丈夫だよ。そんなのダメだ。いいよ、俺はここで。いいだろう、別に。俺も怖いよ。でも大丈夫だよ。アキラさんやリョウジさんもいるし、俺もいるから。今までそれでなんとかやってきたんだし、これからだってきっとなんとかなるよ。ん？うん。おやすみ、姉さん。何、姉さん。ああ、そろそろ学校の時間だし。あと5分で出ないと遅刻するよ。来たね。これで全員集合だ。大したことは分かっていないのだけど、とりあえず昨日起きた出来事をまとめてみるわね。現れたアヤカシは全部で3匹。筋肉質の大男と子供とソウの格好をした男。どれも桁違いに強力なアヤカシという話ね。そしてその背後にいる姫の存在。神様たちはこの姫に怯えていたらしい。あやかしたちの言葉をそのまま信じるなら、その目的は玉より姫の命。あやかしの一人が玉より姫を見張っていたとか言ってたのも気になる。以前巫舞兄弟の言っていた通りだ。そのあやかしたちの中に復讐を遂げるべき相手がいる。そうだね、和彦君、小太郎君。隠し事はなしにしようぜ。これ以上腹に一物ある連中と仲良しごっこをする気はないんだよ。いや、姉さん、ここははっきりさせた方がいいと思う。
供のあやかしは父の仇だ。おいおい兄貴、いいのかよ。ここまで来て隠す必要もないだろう。少しくらい信用してやってもいい。俺たちは父を殺し一族を辱めたそのあやかしを追って旅を続けていた。父の名は壬生兼定。死ぬ直前に訪れた最後の地がこの村だったと聞く。ひょっとしたら何かつかめるかもくらいの気持ちだったんだけどよ。村の空気は汚れきってるわ、妙な天気は続くわで、なんかあると思ったわけだ。巧みに潜んではいたが、強大な妖力もいくつか感じた。それらの注意がこの土地の管理者である玉依姫にあることもすぐに分かった。玉依姫を狙う集団の中に俺たちの追うあやかしの気配があった。ならば玉依姫を監視するのが一番いいと思っただけだ。俺が分かっているのはここまで。後の真実は自分で見つけろ。玉依姫の命を狙う姫に心当たりは？いや、いいんだ。情報のエキスパートたる僕たちも今のところ何も分かってないんだから。姫なんて呼ばれてるくらいだから、それなりに古い存在なんだろうな。理由はやっぱり謎か。なんだよもう、結局わからないことだらけじゃんか。そりゃそうかもしれねえけどさ。うん、僕もそう思う。取り急ぎ放課後の予定なんだけど、僕は学校や天野家に保管された文献をたどってみよう。玉依姫の名を知っていたんだ。多少はこの地に眠る伝承と関連性があるんだろう。同行しますよ、天野さん。そういうことなら俺も多少は役に立てそうだな。放課後は渡墨神社の文献でも調べるさ。手伝います、秋田さん。俺と小太郎は見回りを続ける。あいつの周辺を調べるぞ、小太郎。あいよ、兄貴。私は事務所に戻って資料の請求と調査の依頼をしておくわ。あやかしのうちの一人は学校にまで侵入してきた。安全な場所はないと考えて、誰かと一緒に行動することをお勧めするよ。頭なんて下げんなよ。そうだよ、水くせ。たまたま目的が一致しているだけだ。礼を言われる筋合いはない。僕らも村の様子をレポートする仕事の一環だよ。気にする必要はない。何ぼんやりしてんだ。お前を待ってやってたんだよ。一人は危険なんだろ。
礼を言われるほどのことじゃねえけど。俺は陸と合流して神社に行くけど、お前はどうする？そうか。まあ家紋はともかく、領事さんのそばなら安心だな。フォローになってねって。ああ、いらっしゃい。手伝いに来てくれたのかい？そうか、そんなに僕のことが好きか。やはり天薬寮若手ナンバーワンホープともなると、無意識に人を引きつけてしまうんだな。カモ君はユーモアのセンスがあるな。天野さん、今僕の発言のどこにユーモアを感じたんですか？君の言う通り、少し手が回らなかったところなんだ。手伝ってくれるなら助かるよ。うわーい、ナチュラルに無視だ。天野家の蔵書に渡墨神社の所有するもの、それから天薬寮の持つ資料の一部だ。祖父の話では、彩子さんが失踪する直前に我が家に蔵書の管理を頼んだようだよ。玉より姫に関連することを調べていたんだ。例の姫とやらは玉より姫に執着していそうだったからね。何かヒントになるような記述が残されていないか調べようと考えたわけだ。ダメだね。まだ全部の資料に目を通したわけじゃないから、はっきりしたことは言えないけど、玉より姫関連の情報が極端に少ないんだ。もともと情報が残されていないのか、それともある時点で全ての関連資料を焼却してしまったか。確かにこの土地は古くから国に独立する形で歴史を作ってきた。この村に残された資料さえ破棄してしまえば、ここで何が起きていたのかは誰にもわからなくなる。まあ真相がどうあれ、情報が少なすぎるよ。これで一応陰陽師の家系なんだよ。これくらいのものなら幼い頃は絵本代わりに読んでたしね。なんで謝られているんだい？いや、だから何が？君たちを見ていると本当に飽きないな。さて、そろそろ行こうか。そうですね。ここの資料だけじゃ何ともですし、個人的には気が進まないんだけどな。
互いに手持ちの資料を見せ合うということにしていたんだよ。天野家の資料はこの学校にも蔵書として置いてあるから問題はないんだけど、天薬寮が持っている資料はさすがにここにはないからね。天薬寮からこの村に持ってきた資料もかなりの量だ。資料をこっちに持ってくるより天野さんに事務所に出向いてもらう方がいいと判断したんだよ。もちろん君を一人になんかしたら昭君や陸君に怒られてしまうしね。おお、仕事場兼とはいえ我が家に女の子が。あ、いやいや、なんでもないよ。まあ、彼らも研修で来ているだけだしね。そんなに贅沢はできないのかもね。それにしても、待たせるな。押し入れの奥に隠しておいた秘蔵の本がなぜか机の上に。エリカの差し金か。くそ、なんて意地が悪いんだ。ご丁寧に趣味が悪いなんて書き置きまで残して。顔が赤いよ。ま、彼も年頃の男の子だから今のは聞かなかったことにしてあげよう。お待たせ。いやー、エリカが事務所の中を散らかし放題にしていてね、見苦しいったらなかったよ。またお会いしましたね、皆さん。お前は昨日の気色悪いやつ。気色悪いやつとは失礼ですね。私の名はミロック。以後お見知りおきよ。僕の後ろへ。一つ質問がある。お前その格好でここまで歩いてきたのか。少し恥ずかしくなかったか。本当に失礼な方ですね。私はあやかしですよ。好きなように現れ、好きなように消えることができる。そしてこの場も、この空間も結界によって現世から隔離しています。ここで何が起きようと誰も気づかない。たとえ断末魔の悲鳴を上げてもね。悪いが、やすやすとこの子を渡すわけにはいかないな。今日の狙いは玉より姫ではなく玉より姫を守る者たちですよ。脅威となるようなら殺せと我が姫は仰せです。どういう意味なんだ。なぜ僕らを狙う。本当にうるさいですね。敵。ちょっとした妖術ですよ。
天野家のお坊ちゃんは巧みに避けたようです。カモ君にかけた術を解け。さあどうしましょうかね。解けと言っている。我が身を守る妖力の壁すら越えられない。ひりきひりきみにくくもだえますね。まるで芋虫のようじゃないですか。ひどいひどいこと。やれやれですね。自分だって一皮むけば同じでしょう。ではこうしましょう。あなたが代わりに私の術を受けなさい。簡単なことです。彼の手を取るだけでいい。彼は助かり、あなたが苦しむ。聞くな。相手の思うツボだ。僕が何とかする。僕を信じろ。そうだ。僕のことは。黙りなさい。私は玉より姫と話しているのです。それでいい。冷静な判断だ。カモ君、もう少し頑張ってくれ。僕はホープですよ。これくらい。この状況でそのセリフが言えるなら、君は間違いなくホープだ。くだらん。くだらない、くだらない。少し危機感が足りないんじゃないんですか？いいでしょう。お望み通り、天薬寮の犬はここで終わりです。もう遅いんですよ。ふざけるな。あなた、何者ですか？息が、できる。術が壊れてしまいましたか。多少驚かされましたよ。だがやはりこの程度なら問題にするほどのものではないでしょう。姫からの伝言ですよ、玉より姫。明晩姫が直々にお会いになります。あなたの運命そこで決するとのこと。もちろん私も同席するつもりです。二度と僕たちの前に顔を出すな。そんなこと言わないでくださいよ。
私はあなたのことが気に入ってるんですよ。さっきのクモンの表情は本当に良かった。ふざけたことを。私はいつでも大真面目ですよ。とにかくまた明日の晩に。皆さんごきげんよう。みたいだね。何もできなかった。僕は何をやってるんだ。あのあやかしは強いよ。君はよく耐えた。